こんにちは、東京レンタルスクール岡田です。当スクールでは歯学部の進級 CBT 歯科医師国家試験対策のマンツーマン個別指導を行っています。今回は、脳の構造について、ご紹介していきたいと思います。こちら脳は、大脳はですね、こちら3つに分かれまして、大脳皮質、大脳辺縁系、大脳基底核と分かれます。こちら大脳辺縁系はこちら本能と、関係していると、まあ、主に言われております。こちら大脳基底核はですね、こちらドーパミン、こちらを酸性として知られてまして、まあ、例えば疾患ですとドーパミンというとパーキンソン病が有名です。こちら注意が必要なのは歯科医師国家試験では、こちらアセチルコリンはアルツハイマーと関係してまして、ドーパミンはパーキンソン病と間違えないようにしっかり覚えてください。でこちら脳の、横から見た構造なんですが、こちらが、前ということで、例えば眼球ということで、こちらが大脳ですね。でこちらの真ん中にあるのが肝脳。よく試験だと肝脳2つ答えなさいとかですね、出題されまして、視床と視床下部ということがよく出ます。あとよくテストに出題されますのが脳幹ですね。脳幹3つ答えてということで、中脳胸延髄と、答えれば、大丈夫という問題があります。あとこちら、後ろですねにあるのが小脳ということになります。こちら、中脳はですね、こちら対抗反射と、関係してまして、で小脳はですね、体のバランスと関係していると言われています。でこちらが、同じく、機能面の面から見た脳の構造で、こちらが前後ろということになります。こちら前頭葉ですと有名なのが、ブローカーや、運動やですね、あと側頭葉だとウェルニッケ、聴覚、味覚と、この3つが有名です。で後頭葉ですと知覚ということで、こちらも機能的な面でよくテストに出題されますので、覚えていただければと思います。延髄の働きは、たくさんありますが、よく試験に出題されるのは呼吸、循環、血管運動ですね。で歯科の領域ですと味覚、唾液というところも、延髄ということになります。あと嘔吐ということで、嘔吐も、過去にですね、国家試験で延髄の最後やということが、出題されております。このように脳はかなり、基本的なところもですね、テストには出題よくされます。東京デンタルスクールは歯学部のマンツーマン個別指導で進級個別 CBT と、全国よりご来校いただいております。こちら YouTube では、こちら無料講動議、動画ですね、ご紹介してますので、皆さんの、チャンネル登録と、今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。